葛飾北斎が、イ瀬山。水木茂の著書で、人形神の差し絵として用いられている。人形神は、富山県の都並地方に伝わる付き物。人形とは表記の通り人形のことで、3年間で3000人の人々に踏まれた墓地の土で作られた人形を言う。念の入ったものだと、7つの村の7つの墓地から、取ってきた土を人の地でこね、自分の信じる神の形とし、 さらに人のよく通るところに置いて千人の人々に踏ませる。別の伝承では三寸ほどの大きさの人形を千個作って鍋で煮ると一個だけ浮かび上がってくるものがある。これが千の霊がこもった人形紙とされ、こちょぼとも言う。富山県小矢部市では墓地の石で作るとも言う。こうして作り上げた人形紙を祀るとどんな願い事でも叶い。 欲しいものがすぐ手に入るので財産ができて家が裕福になる。そのために急に裕福になった家は人形神を祀っているのだと噂されていた。ただし何か用事を言いつけておかないと今度は何だと催促するという。こうした人形神の働きは式神に近いものとも解釈されている。また人形神には大変な代償が伴う。 人間の欲望で作られたゆえか一度でもこれを祀ると、人形神は祀ったものに強力に取り付き、決して離れることはないとされる。そのために祀ったものが死ぬ際には、非常に苦しみを味わうことになる。その上に、死後も人形神が離れることはなく、ついには地獄へ落ちてしまうという。文久時代の随筆、宮川社万筆の中の、精神込みれば魂入りという話で、 普通作りて魂を入れずということわざを引き合いに出し、新人や美意識を持つ武士や学校の作った作品が命を持つことが語られているが、これに対して欲望によって作られた人形神には邪悪な命が宿るという見方もある。ありがとうございます。